どうも皆さんこんにちは、キセアゲ太郎です。先日ですね、バイオハザード好きな友人と話していたところですね、どうやら3月後半、今月ですね、今月の後半っていうか、もうこのラジオが上がってる頃かもしれませんね、あのバイオハザード4のリメイクがまた発売されるということみたいなんです。でバイオハザード4といえばですね、皆さんそうですね、あの空耳が非常に有名かなというふうに思います。私もですね、1しかやったことなくて、その1も若干記憶なくてですね、ガリーレコードがモノマネしてたなぐらいの感じの印象しかね、抱いてないんですけども。で、あの、雰囲気がね、不気味で怖かったな、というぐらいの感じなんですけれども。まあ、結構非常に大人気。映画もゲームも非常に大人気というですね、結構珍しいコンテンツかな、なんていうふうにも思うんですけども。ね、バイオハザード4といえば、あの、空耳が非常に有名ですね。おっぱいのペラペラソースとか、ロリがテカロールとかありますけれども、今回は存在しないバイオハザード語録を考えようという、ね、回です。はい、日常に根ざした言葉とかも言えるといいなという感じ で、先ほど言ったですね、おっぱいのペラペラソースなんですけれども、これは主にですね、ゾンビとかが話すのはスペイン語みたいですね。で、おっぱいのペラペラソースは、ボスボイラペラペダゾスが、おっぱいのペラペラソースと聞こえるという感じで。ね、スペイン語といえば、あの、違うゲームですけども、あの、スマッシュブラザーズで、ね、神の声というか、ナレーションをスペイン語にすると、チンコーって言うっていう。チンコーっていうのがありますよね。あれも、CINCO、シンコ。つまり、あの、数字の5を表してるらしいです。数字の5を表してるらしいですね。まあ、このようにですね、スペイン語っていうのは、母音と子音のね、あいうえおとの組み合わせなので、結構日本語と近いと言いますか、まあ、日本人が覚えやすいみたいなところらしいです、どうやら。ローマ字とかで表現しやすいような感じみたいです。なので、ま、そういった空耳とかもですね、必然的に聞こえやすいぞという感じだと思います。まあ、本当にね、これ勢いだけですけど、早速行ってみましょうか。行ってないバイオハザード語録。はい、レシートとクラポイラないです。ね、これですね。あの、薬局とかのね、あのレジで言うかなと思います。レシートとクーポンいらないですっていう。レシートとクラポイラないです。ね、これですね。はい。まだ最近ね、あの WBC ありましたけれども、ね、野球知らない人が、あの、野球見て最初に思うことね、目の下に乗る黒いやつ何？うん。もう一回いきますよ。目の下に乗る黒いやつ何？そう。あの、目の下に塗ってる黒いやつ何？あれっていう。おしゃれなのかな？あれ。っていうね。皆さん思いますよね、絶対に。そう、なんか日光をね、吸収して眩しくないようにみたいな感じのやつでしたっけね、あれ確か。そう。まあ、野球編で言うとそんな感じですかね。まだ台所とかね、行くとね、鍋とか、まだ春だとギリギリやる人も結構多いんじゃないでしょうか。うん。だからそういう鍋とか食べるときは、鍋の食熱いからフレンド。鍋の食熱いからフレンド。これ鍋の底めっちゃチンチンに熱いんでね。触れちゃいかんよというところで、鍋の食熱いからフレンド。これ全然日常でも使えそうですね。うん。あとこう、公共の施設とか行ったときに、あの内履きと外履き違うとことかあるじゃないですか、体育館とかね。学生の時はいいんですけど、大人になってからそういう内履きと外履きの履き替えがあるところに行くと、内履きって何かな、内履きってどんな靴がいいのかなってこう買わないといけないからね。そういう時に、あの、内履きと外履きの違い正味わからん、内履きと外履きの違い正味わからんっていうね。内履きの外履きの違いって何、実際内履きで履いていく靴って何っていうところでね。そう。かといってなんかアマゾンで内履きおすすめとかで調べるのもなんか負けた感じするしなってありますもんね。うん。あと短いやつだとこれですね。アキネイターっていう。うん。アキネイターっていうね、感じで。まあ、YouTube 始めるならアキネイターやるだろうみたいな。
ね、私やったことないんですけどね。私動画上げてないんですけど。アキネイターといえば YouTuber の登竜門的なところありますからね。アキネイターってね、言ってもね、全然、カタカナなんでね、バイオハザード出てきても、遜色ないかなという感じはありますね。うん。あとはやっぱこれですね。ドチンチンのマスカルポーネ。ドチンチンのマスカルポーネですね。なんか言ってそうですよね。濁点もありますし、こうドチンチンっていうのに非常にパワーを感じますもんね。こう結構大型のゾンビとかが言ってるような印象です。ドチンチンのマスカルポーネ。うん。これもね全然日常で言ってもらって構いませんから。うん。まあこういったことをですね踏まえて。普通に会話もできちゃうんじゃないかなっていうところありますもんね。うん、例えばね、今日の晩飯何する？マクドとは？マクドはない！マクドはない！マクドはない！じゃあロッテリア。ロッテリアの分厚いチーズバーガー、ね、これ全然ね、ありそうですもんね、バイオハザードでね。うん、全然ね、無理ないですもんね。うん、全然こう日常で使っていただいて構わないかなと。いうふうにも思います。うっ、なんだ、やっ、やっ。